目なんですけど、何ですか、生きるためには苦手な人ともうまくやらないといけないじゃないですか、うん、そうだ、確かにそうだ、僕の苦手なタイプっていうので、ね、ウェイウェイ系大学生、そんな驚く、だって、俺ウェイウェイ系だもん、いや嘘つけよ、いや、俺はウェイウェイ系だよ、そんな可愛い目で見られたら信じるしかないじゃん。ウェイウェイ系大学生の苦手意識と克服したいから、普段のウェイウェイ系大学生の感じでお見せして。わかった、振るから。オッケー。あー、親父の葬式めんどくさいな。ウェーイ、皆さん、盛り上がってますか。ウェイウェイ系だ。乾杯しちゃいましょう。ウェイ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 。めっちゃ腰打ってんじゃん。腰のあたりに注目してください。どうです、ゆっくりに見えるでしょ、これあれ早すぎてすごいに見えてるんです、違う人のネタじゃない、中野家の衝撃フォー、ちょっと人のネタパクっちゃダメだから、レーザーのも HG でしょ、俺求めてるの誠意じゃなくてウェイだから、ウェイだから、ごめんごめん、あー親父の葬式めんどくさいな、ウェイ盛り上がってますか、乾杯しちゃいましょう、乾杯、ウェイ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 、気持ち悪い、ウェイ、めっちゃギラギラしてる、ウェイ、気持ち悪い、何これ、これ、水族館でよくサメとかと一緒に泳いでるウェイ、エイだよそれは、サメと泳いでるギラギラしてるぞ、ウェイだから俺が求めてるのウェイ、次こそ頼むよ、ああ親父の葬式めんどくさいな、右、いや下、ベイベイすら言わなくなったじゃん、左、視力検査すんなよ、社長わかんないですね、ウェイウェイ、あそれウェイですね、そうウェイ、それ何、視力 0.01 のウェイウェイ系、そんなわけないじゃん、ウェイウェイ系大学生って視力検査の時ウェイウェイ言わないから、さっきから全然ウェイウェイ系大学生やってくんないじゃん、もう次ラストチャンスだからね、もう頼むよ、ちゃんと振ってんだから、あー親父の葬式、めんどくさい、いや待て待て待てそれはなんだなあ、親父の葬式めんどくさい、悲しすぎるわ、ごめん、いやそばを見上げるな、お前の親父は死んでねえだろ、うんうんじゃなしに、いや育ててくれた両親への感謝の気持ちを忘れずに生きる、これが普通の人の生きる道だから、ウェイだよ、道だから、なるほど、これが真のウェイウェイ系だよ、なるほど、でその大事なことを教えてくれるために最初自分のことウェイウェイ系大学生って言ったの、いや違います、いや違う、まあでもね、ウェイウェイ系大学生が悪いやつじゃないってことは分かったわ、最後今日の格言のコーナー行っちゃおう、そうだね、今日の格言、人は見かけに